はい、前田です。でですね、今日は僕が一般企業に勤めてみた感想っていうのをお話ししようと思います。でですね、僕はその4年生大学の大学を出たんですけど、大学出た後の仕事は、まあぶっちゃけた話、誰でもできるような仕事をしてたんですよね。それこそ、高卒とか、もしかしたら中卒でもできるような仕事。どちらかというと、ブルーカラーに近い、まあ、肉体労働をしてました。で、その時に感じたのが、やっぱり僕、ワイシャツ着て、ホワイトカラーの仕事したいなっていうふうに思ったんですよね。まあ、理由としてはですね、せっかくね、4年生大学出て、誰でもできるようなブルーカラーの仕事を一生するよりかは、一般企業勤めのサラリーマンの仕事を経験したいって思ったからですね。で、実際、それ勤めてみて思ったのが、その一般企業にですね、勤めてみて思ったのが、一般企業に勤める人に向い、一般企業に勤める人が、向いてる人と向いてない人がいるなっていうふうに僕は思いました。はい。僕、一般企業のサラリーマンの仕事が、なんすか、充実感があるとか、なんか、いろいろな楽しい物事を覚えられる、いろいろと役に立つ知識が覚えられるとか、物事に世の中に大きく貢献できるっていうふうに思ってたんですよね。でも実際のところは、世の中に貢献しているって実感があるわけでもないし、ね、仕事内容がすごく面白いっていうわけでもないし、むしろ、束縛が多いのと、精神的に来る。気疲れする。もういろんな人の集団の中にいるので、気疲れする。っていう点の方が、大きくて、ポジティブな楽しいとか充実感があるっていう面よりも、メンタルに来るネガティブな面の方が大きくて、僕は一般企業勤めは、どちらかというと向いてないのかもしれないなって僕は思いました。むしろ、前やってた、ブルーカラーの仕事、まあ何の仕事かっていうと介護の仕事なんですけど、まだ介護の仕事の方が、なんか貢献度っていうか人に役に立ってるって実感もあったし、やっぱりその上下関係とか仕事内容がすごくルールが厳しいわけじゃなかったので、むしろかなり緩かったので、まあ自由に伸び伸びとはいかないけど、まあ本当にラフに働けたなっていうふうに思いました。だから、まあ実際僕がもうホワイトカラー一般企業勤めをに対して憧れるかと言ったら、僕はもう憧れることはしないですね。有名企業とか大企業、誰でも名前が知ってるような企業で働いてる人とか、ね、あの高レベルな、職業、ね、本当に頭がいい人じゃないとできないような仕事についてる人たちに対して、尊敬の念は持つんですけど、ただ、あくまで尊敬っていうだけであって、自分にはそのレベルに到達することはできないし、多分向いてないだろうなっていうふうに思ったのが純粋な感想ですね。これが僕が一般企業に勤めてみての感想です。だから、まあ、自分に向いている仕事するのが一番ですね。憧れとか好きとか、まあ、そういう観点ももちろん仕事選びでは大事なんですけど、自分に向いていることをするっていうのがすごく大事なのかなって思いました。はい、だから、前々から僕言ってるんですけど、前々からって言って、みんな知ってる人いないと思うんですけど、仕事に上下関係とかないので、みんながね、みんなっていうか、大方の人がね、なんか嫌うような、なんかお仕事とか、ね、給与の低い仕事とか、あるんですけど、世の中にはそういう仕事がね。
でも、やっぱそういう仕事がないと、やっぱ、世の中で成り立たないので、だから、ね、誰でもできるような、もう汚い仕事、例えば、介護とか、配送とか、清掃とか、みんなね、下の立場で見るような仕事かもしれないですけど、僕は、ね、すごく貢献度もあるし、やっぱり必須な仕事なんだろうなっていうふうに思いますね。僕はもう、ホワイトカラーとか、有名企業とか、一般企業勤めに憧れるのはやめようって思いましたね。